もし序盤で赤い怪人を引いたら、あなたは本当に運が悪いと言えます。赤い怪人は生命力上限を 20% 上げることはできますが、序盤のクリアは遅くかつ困難で、アップグレードのスピードは亀のようです。もし征服者を引けたら、あなたは本当の幸運者と言えます。征服者はゲーム内でレアな SSR 戦闘機です。変形可能な戦闘機として、征服者は戦闘中に思わぬ超高ダメージを発生させ、敵機は反撃の余地がありません。征服者を引けなかったとしても大丈夫です。引いた戦闘機を継続してアップグレードすれば、序盤の全ステージをスムーズにクリアするのを助けてくれます。任務を完了するとダイヤモンドが手に入り、その後はストアで10連ガチャを行います。10連ガチャで必ず SSR 戦闘機が引けます。これで征服者が引けないことを恐れる必要はありません。